トイレにもお賽銭か。トイレももうお金を取られる時代か。トイレに修繕とか言いながらキャバクラでも行くんじゃねえのか。本当？キャバクラしないの？小さすぎて。知ってるわやって。本当？なんか俺が影響悪いみたいな言い方してない？あれ今声聞こえなかった？違ったっけ？あなたとフクロウなのか。してるよねやっぱ。フクロウはこんな鳴き方しねえだろう。完全警告され、あ、俺ら警戒されとるね。やだねー、こういうの。何の声？あ、もうあれか。今電気になったんやね、もう。前まで炎やったの。儲かっとるな。やっぱ聞こえるよね、さっき。こんな鳴き方ねえやろ。おぎゃ、おぎゃっても聞こえへん。やっぱり今ってそういう声を聞こえたりしてるんですか？聞こえてるの。俺パチパチ言ってるぞ。お、びっくりした。少年が立ってる。どうせもいい。ゾクゾクってする今。5歳ぐらいじゃねえか、このぐらいの大きさだと。うん。これカメラでは何かが動くんやつ、絵の中で。虫かなと思ったけど、虫が動いてねえんだよ。で、写真撮ると俺映ってないんだよ。俺の目とカメラしか映ってないんだよ。さっきより寒くなってきたね。そう、なんか、なあ、さっきは草立ってたね。でもなんか山の上だからっていうのかな、寒いな。寒いだろう、さっきよりか、はるかに、うん、めっちゃ寒い、俺。なうわ、嫌な空気や。そう、ワンランク上がるレベルなんや、こっからが。こっからが嫌なんだ、重いんだよな。かぁ、重いなぁ、おい、ここは、やっぱ。はい、今、あそこの祠、祠に、なぜか知らんけど、大人の女性が立ってんですよ。なぜだろう。するか。
今コンタクトを取ってます。やだ。ああ、この山の上で亡くなってる人だ。古い人かな。かなり古いな。と一緒に身を投げた亡くなった人みたいだね。生活が苦しくて生きていく自信がなかできなくなって、だけど一緒に死んだのに子供がいないって。もっとまずいよ。ここに来ればに、あの赤ちゃん、私の子供に会えると思ってきているんだって。やるやらないわ。うん、探せません。私の話せるならば探し、あの見つけてください。それは無理です。あ、消えた。上の方に上がった。明るくなった。こいつか。うん。もう、体ボロボロ俺。もうおじき60だぞ俺。六重の階段登る君はまだシンデレラさ。さっきからあの声うるせえな。うん。これここまで離れても声入っとる？もしもーし。結構離れてても入るよね。すごー。変なこと言えへん。今カツンって言わんかった？俺がなんか行くと結構そういう人になって。違う。後ろの方だ、もっと。今カツンって言ったぞ。あの辺で。その灯籠があるとかね。うん。なんか知らん、ここ、相性いいよね、俺たち。いや、マジビビった。何かアピールをされてるんだな。うん。ピールするね、ピール。多分音入っとるわ、それに。今回写真はちょっと断念してな。でも。うん。今何？何じゃろうな？当然なのにこっちに近づいてくるんじゃないよ。今何？なんか人？声しましたよね。何も感じんのだよ。感じない。うん。なんやろ今の。嫌な予感がする俺、こういうのって。嫌な感じがする。
なんていうか、うん、遠いところの人に話しかけるみたいに、遠いみたいな、そういうアプローチかけてみても、って思ったけどダメ。いますか？おーい。あっ、うわ、何？いて。痛い。びっくりした。なんか飛んできた？違う。今そこに持たれておったらいきなり足引っ張られて向こうで鉄にぶつけたふくらはぎ。痛い。ここ。こうやっておったんやって。はい、でこっちばっか気にしとってこっち気にしとらんかったらこうやってポンって引かれたんやって足を。あー、びっくりした。マジか。なんだここ一体。ちょっと下の方に誰かいらっしゃるか。わからん。怖え。今の怖かった。さっきの目には何か映ってるんですか、今。誰か。いや、映ってないからびっくり。だ、ずっと集中こっちやったもん、俺。いや、なんか。こうやって、クワッ、こうやってクッって引っ張られたっていう。重くそう、なんていうの。転ばせる勢いで。そう。引っ張られる。え、やべえ。痛い。今痛かった。痛いよ、これ。マジか。引っ張られたの？ぶつけたのか。カメラに撮られてないとこが悔しい。帰ろ。今何？こっちの声じゃなかった。あ？今の音は何やったんや。ね、今なんか。ワンみたいな、なんか、犬が吠えたじゃないけど、これなんか。キャンっていう音が。ワンとか。動物ではねえんだよ。動物の匂いの気配を感じんねえよ、何も。退散しようか。なんだろうな、この、さっきからさ、この真正面向いてるわけじゃない、今。うん。に対して後ろからのアプローチがすごいっていうね、いたずら好きでグワガイカメラに映らねえいたずらばっかりされるからね。そうなんや。リアクションが取れねえんだ。どうしよう、まず進もうか。で、さっきの多いっていう声に何か反応しますか？こっちから右側なんだけど、はい、帰ってくれだと。うん、帰ってくれ、頼む。あ？いや、今、ふくらはぎ痛いんち。めちゃくちゃぶつけたぞ、俺、今。これ、労災降りる？労災保険入っとる？俺ら。入ってねえか。頭痛い。今耳鳴りがする。にゃーん。今も聞こえたやろ。どうかな。うん。何かはしてるんだけどさ、もう一回髪を切るとまた別問題な気がするんだけど。うん。ああ、わかりませんね、私にも。はい。もしあれならば出てきてください。私が反応します。はい。私、田村正和です。どうも。知らないですよね。こっちがすごい怪しいんだ、今。くそ。ここもう一個か。ここ、金木犀の匂いがする。それはつまり？よくないってことか？うん、そうだよ。あ、待とうとした。
今したよね。そうね、関係なんかぶつかった音したね。ね。塾にそんななんか、どんぐりみたいにいい音するようなもんしたの、ね、落ちねえよ。おぉ。ふくらはぎ痛い。すげえ痛かった。思いっきり打った。上のボランで俺、もう首痛い。もう俺鬼滅じゃないからさ、いやーお経が聞こえる、やだー、あー、このお経がやだ。最近本当覚えてきたんやて。はんにゃはら、みたか、なんとか、かんとか、ウェンダーラ、ダラジー、ジョヨシャシャ、ユンジョーホーとか言って、わけわからんこと言ってんのよ。なんだこれ。このお経が頭に痛いのよ。そう、ダメージ受けとる今。すげえ苦しんどる。それがカッちゃんにもなんていうの、痛さが伝わってる。お腹痛いもん今、まあ、あーこの向こうのこれが嫌なんだ俺、これやだー、あー聞こえたくない。聞こえ、はい、嘘やろ、こんなスレッとするやつが聞こえとってる。かっちゃんからでさ、もしそれが聞こえててね、うん、俺がこのサイズだったら異常だって思わない。目の裏までいてん、俺なんか目をえぐり出して、なんか掃除したいぐらいいてんのよ。脳みそが破裂しそう。これほんと聞こえん、はい、久々に強烈やん、ここちょっとごめんな。ほらほら、今聞こえたら、赤ちゃんの声が。これほうほうじゃねえよ、うぎゃうぎゃだよ。きつい。うん、そんなのお前ここまで聞こえるか、俺にはおぎゃおぎゃしか聞こえないんだけど。
あ、大丈夫。あ、でもふくらはぎが痛いの。本当に思いっきりぶつけたの。あの、まとわりついてます。あの、抱きつかれてますか。はい、俺、視聴者さんには人気ねえかもしれんけど、幽霊さんには人気あるから安心してください。6体いる、ここに。こうやって、ね、ええやめてください。通り過ぎるわ。畜生、これ映ったな。かっちゃんの周りに6体か。うん、ムイの周りにいます。うん、はあ、息苦しい、息苦しいよ今。ここ富士山やったっけ。心臓感悪いの。まとりつかれてる状態で。うん、重い。6人は重いな。うん、今また落としたね。なあ、俺フクロウじゃない。ミミズクでもない。